やってきました市畑百貨店。この番組は市畑百貨店ヘビーユーザー奈良木場とかがおすすめのショップ商品を紹介していく、そんな番組です。早速行ってみよう。正面玄関から一番奥にね、アシックスさんのねブースがあるんですけども、来られるかなあ。こんにちは。夏ならではのアイテムがあるんですよね。はい、夏ならではのアイテムがこちら、サマーシューズでございます。出た、サマーシューズ、はい、通気性が抜群にいいのと、すぐ洗えてすぐ乾くという、はい、最高です。すぐ乾くの最高。すぐ乾きます。もうほんとね、こんなにかくかっていうぐらい足の裏に汗かきますよね、はい、しかも裸足で履くからね。サイズがちっちゃい子からだと 11.5、はい、あ、からあるんだ、はい、で一番大きいお子さんだと22センチまで。これ中敷きは取れますか、はい、中敷きはすぐ取れます。で洗うこともできますので、大体干したら一晩で乾きます。それ便利だ。濡れてもちょっとしたら多分乾くと思うので、はい、じゃんじゃん海とか遊びに使っていただけたらと、はい、やっぱね、これから暑い時期、通気性のいい、すぐに乾く速乾性のあるこのアシックスさんのね、しっかり足にフィットするシューズをねゲットしたい。おじいちゃんおばあちゃんに買ってもらおう、うん、はい、ということで4階にやってきました。紳士服売り場ね、宝飾品なんかもあるフロアなんですけど、こんにちは。準レギュラーの佐川さんです。おすすめのアイテムがあると聞きましたが、はい、そうですね、今回はこちらの晴雨兼用の傘ですね。え、晴雨兼用ってことは日傘にもなるってこと？そうなんですよ。もう雨の日はもちろんですけど、はい、晴れた日はもう本当日傘としてお使いいただけます。メンズの日傘って珍しいですね。そう、でも数年前から結構話題にはなってたんですけど。じゃあちょっと開いてみてもらっていいですか？お、あ、なるほどね。中もちょっとなんか地面からの照り返し受けにくい、はいはい、内側が雨用の傘とはちょっとまた作りが違っていますね、はい、UV カットもついてますし、はい、遮熱効果もありますし、はい、ほんでデザインも何種類か、やっぱり女性用と違ってこうなんてシックな感じといいますかね。シンプルなストライプ、はい、あ、チェックのこれもね、はい、いいですね、はい、おすすめ、はい、あ、それ、ほら70センチでちょっと大きめです。大きめ、はい、がたいがいい方とかね。そうですね、肩幅が、はい、しかしの方なんかに開きますね、はい、ジャンプ傘ですが、ちょっと大きい、はい、荒木もほらデートできちゃうんです、はい、佐川さんと。そうなんです、アイアイ傘がしたい方はどうぞ。でさらになんか気になるその何ですか、スプレーの撥水、あ、撥水スプレー、雨出すって言うんですけど、はい、これ靴用じゃないんですか？靴用なんですが、はい、実は靴だけではなく傘にも使っていただけます。シミ防止にもなるかもしれないですね、色あせとかのね。ということで今回、はい、佐川さんおすすめ、はい、メンズ用日傘、雨の時も使えますけども、ご紹介させていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、市畑百貨店の地下にやってきました。ここにしかないような商品が結構ね揃ってるんですよ。掘り出し物もあります。さあ今回はねこちらでございます、無限のり。これね、お店のこの売り場の方から勧められた商品でございます。やみつき無限のり、入ったら結構すぐ売り切れちゃうらしいんですよ。止まらない無限のりですか？そう、密かなブーム。これはで私も実際買ってみました。サラダとかに入れて食べてもアクセントになっていいんですね、味の。あとは卵かけご飯をするときにこの海苔を入れるだけでミネラルが取れるというね。荒木さんはどういう食べ方してるんですか？サラダです。トマトとキュウリとチーズのサラダが好きなんですけど、私それにスッとマヨネーズと醤油かけてドレッシング作ってかけて食べるんですけど、これ入れるとドレッシング的なものがいらないですね。ほんと酢だけでもいいんじゃないかなというぐらいさっぱりして食べやすいです。なんでこちらの方ぜひね皆さん1回試してみていただきたいと思います。